はい。完成だ。はあ。ありがとうございます。これ字書いてもね、その時の体のコンディションって字が違うんだよね。今日は調子がいい。いや、あのサンバカトリオってね、武藤と橋本と不調のと、まあそれぞれみんないい構成を持ってたと思うけど、橋本はどっちかと純粋なのかな、のね、長野はなかなか容量がいいっていうか、武藤は逆に言えば肉体的に、まああれでいろいろ素質で言えば、あれ3人まとめればね、アントニーヌ超えたかもしれない。3人バラバラだから。でもね、まあ本当にあの力道山が生きてたらどうしてんのかな。まあ最後にあの前田親方とみんなで飲み会して、お私が呼ばれて行った時に、前田親方が「力さんこいつはいい顔してんね」ってにっこり笑った。その一場面がね、なければ多分今日はないだろうってよく言うんだけど、そういう意味ではなんだろうな、それぞれ、俺もそういう話をしたことがないから、あいつらと力道山とは当然一切褒められたこともないし、このバカ野郎しか言われてませんからね。俺はそういうのは一切見ないんだけど、たまたま今日はね、あの筒になって置いてあったから、さっき伸ばしながらこうやって見て、あんまり見たことがなかったんだけどね。したら何だって、燃える闘魂60戦メモリアルマッチだって、おメモリアルだ、夢でやるよって、これね、俺をね勝手に使うなよってね。まあ彼は彼なりに一生懸命あれなんでしょうけど、まあ、あの本当にね、なんでこんなジジイを引っ張り出してきて、みんながまあこうやって今アントニー行きアントニー行きっていうのか分かんないけど、まあ、あのやっぱり一つありがたい、まあ自分の必死になって生きてきた生き様を、だけどやっぱり俺が何かやるときには、あの世界がびっくりするようなね、あのイベントじゃないとね、いや面白くないなって気がするんで、まあまあいいかと思ってね、さっき自分でねえ、俺のメモリアルじゃねえんだよ。でも切符もすぐ売り切れたって言うんだから、まあそれは、ね、よかったなと思って、サイン書いてやるから送ってやってよ。はい、ありがとうございます。もう裏話すればね、はい、反社会的組織とかね、はい、あの今それが一般化してるんだけど、別に俺はその裏世界の人たちをあれするつもりは全くないけど、俺は力道山の当時はそのもう名前挙げてもいいけど、山口組のね神戸芸能というのが興行を仕切ってましたから、それがなければ興行はもうできなかった。だからあの仁義なき戦いとかなんかっていう、まあ、モデルはなんかあれ広島の、うん、興行合戦の話らしいですね。それで今反社会的組織というレッテルを貼ってるけど、まあこれもどこまで本当かは分からないけど、政治の裏の裏、要するにその当時の組関係のお金がアメリカに相当な金額で積まれてたという、それを没収するためにブッシュと当時の小泉さんの間で反社会的勢力っていうレッテルを貼って、でだから決してその裏社会の人をあれするつもりはないんだけど、俺はジャイアント馬場とこうたもとを分けた時に、そっちの世界は馬場さんの方についたんですよ。で俺の方は監禁されたこともあるけど、あの一つには自分のやっぱり青少年に、あるいは青少年に人に夢を送る、こういうプロレスという商売である以上、そういうのとは変わんない方がいいだろうと。まあそこまで今みたいなあれと時代が違いますからね。そういうんで、あんまりって言ってほとんど変わりはない。次第はいます。で、そういう中で、だから、
なんだっけな、湾岸戦争の時に一兆何千億ってお金を送ったのどこ行っちゃったの。領収書もないんだよ。誰もそれ言うともう口に越して言わない。だから裏社会っていうのはまあ逆に言えば反社会的よりももっと立ちが悪いじゃんだよ、政治の。だからそういうことをまあ俺もこうなんですかね、こうほくり返すつもりもないんだけど、まあ本当に世の中のそういう仕組みっていうもの、それでやっぱり今この時代がワイドショーの影響力って大きいですよね。で昔のワイドショーは俺スキャンダル何いくつもなくらいでやられたけど、それもの作られてね、もう視聴率がどっちが高かったかこうとかって裏でほとんど出なかったから、ある時出たらまあ作りもひでえ、よくここまでやるなみたいな、鍵穴から俺が女買ったのをね覗いたとかっていうやつが出てきたり、まあそういうようなねあれでして、いやこのとこで視聴率が上がりましたとかこうとか。ただ今はね割とその辺はしっかり裏を取って流してるみたいで、でもやっぱりワイドショーの影響力って大きいなと思うのはね、まあお母さん方も俺も一部ちょっとたまには見ますから見てると、まあまあワイドショーじゃないけどそこでプラズマもあの情報を得たんであんまり悪口言えないけど、いやいやあのある意味で情報ってさっきも言った情報っていうのはあの知らなきゃそれだけで、やっぱりその裏返してみる必要もある。よくまああのね相手の立場になってものを考えろとかいろいろ言われるけど、実際にやっぱり人間関係、人間同士が生きてるわけだから人間関係をうまくしていかないといけないと思いながらも、どういうわけか俺なんかは自分の性格、この本当にある意味で自分というのはあれだけど温和で人と争うのが嫌い、倫は別です。でそういう中で何でもこうやって揚げ足取られてねみたいなことが起きてくるのかなと思うことがあって、まあそうかっても人間だからしょうがないのかなと思いながら、で本当に争い事が嫌いでもう一切裁判だとかこうとかってそれが知らないところで起きてるからさ、もう、まあ、それはそれでしっかり立ち向かってあれし処理してみんながやってくれてますからいいですけどね。でもやっぱりあの世の中が軟弱になったって褒めてやらなきゃ人は動かない、あの大和磯六じゃないけど確かにそれはすごい言葉だなと思いますね。やってみて言って聞かせてさせてみて褒めてやらねば人は動かないって、まあ大事なことなんだと思うけど、昔はそういうスパルタ的に自分で学び取れみたいな部分があったから、まあでもそういう一つの人間は必然っていうか偶然じゃなくて必然っていうか一個一個こう紐解いていくと、ああの場面があるから今日はある、あの場面があったから次あったみたいな、ね、まあなんかいろいろあのこれは視聴者って言っていいんですかね、視聴者から、まあ、意見からどんどん寄せてもらって、あのやっぱりあの人は何考えてるか分かんないっていう、あの逆に言えば今の世の中の動きっていう若い人ばっかり、これで俺たちの時代のどっちかって言えばもう今で言う古いっていう言われてもしょうがないけど、でもやっぱりそこにはこういう背骨っていう意味で、プリンシプルっていうのは背骨っていう意味なんだけど、それがしっかりしてるかどうかによって腰痛が起きたり首が痛かったりとか、でそのやっぱり生き方にもそのプリンシプルっていうかその背骨がねこう歪んでないしっかりした姿勢を持たないといけない、まあ、そういう意味では俺らがある意味ではよく次の世代次世代っていうんだけど、次世代に向けてのメッセージを受け取る人間と受け取らない人間がいるかもしれないけど、受け取らないやつは受け取らなくていいだろう、それをちゃんと受け取ってくれる連中に自分の体験を通じての話になっちゃいますけど、遅れればいいなと思ってます。